え、ってか町の池でサメが釣れるのか怖っ。あゆなさん、こんばんは。こんばんは。今日も一日頑張ったですね、うん、目がキラキラ、ありがとう。そろそろ私的には今からって感じなんやけどね。あゆなさんとのんびりよく見るテレビ番組でも見たいです。なんかさ、この猫たちが知っとる言葉と知らん言葉の差がよくわからんねんけど、結構難しい言葉知っとるよね。テレビ番組とか言われて、今日はとってもいい日なのです。いっぱいいっぱい会いに来てね。会いに来るよ、何回でも。今日もいっぱい遊ぼうね。もちろん、いっぱい遊びたいです。いいね、なんか喋るたびに動きが大げさなのがいいね。可愛くって。はい、それじゃあさあ、ご飯を食べましょうか。ほい、新しいの。これ毎回毎回新しいの増えてくんかな。一応今のところ増えていきようやけど、ハンバーグ、ジューシーなハンバーグ、チーズとともに。玉ねぎは使っていません。そう、なんか犬とか猫とかね、玉ねぎ食べれんらしいけんね。レンダで素早く切りましょう。よし、こい、スタート。すごいすごい、なんか犬猫、他の動物もなんかもしれんけど、なんか基本的に玉ねぎってさ、食べたらなんかすごい体温が下がるらしくって。下がるんやっけ。すごいすごい。で、なんか人間以外はその体温を調節する機能みたいなのがちゃんと体内にないけん、ね、死んでしまうらしいよ。よし、来い。ぴったり止めて。早く早くです。あ、ちょっと過ぎたけど大丈夫かな。熱くないかな。はい、お、あ、めっちゃぴったり、ど真ん中やった、今のいい感じ。早くできないかな。く、ちょっと過ぎた。どう、なんか若干焦げてない、大丈夫、そんなもん。今まで過ぎたことなかったのに。ジューシーなハンバーグどう、979点。ご飯ご飯、はい、どうぞ。いただきます。お、おいしい。おいしい。すごい、一口でかいって。周りの付け合わせまで一緒に。ごちそうさま。はい、必ずすべての食べ物を二口で食べ終わるんやね。素晴らしすぎるわ。ほい、エピソード。この時計欲しい、めっちゃ可愛くない、いつも思うんやけど。わ、ワンダ、なん、なに、なにやってんの。わ、ワンダ、にゃん、む、難しいです。なに、なんかゲーム。あ、あゆなさん、おはよう世界。おはよう世界、ね、知ってる。なになに。すごいって時に使うワンダフルって言葉があるんだって。私が教えたんじゃねえか。知ってるよ、そりゃ。オムライスを食べた時や、うんうん、いちごオレを飲んだ時にも使えるみたいです。まあ、そうやね。いいぞ、ワンダフル使いたい。うん、でもでも。ねえ、どうした、何これ、寸劇か何かが始まっとる。使ったらどうしたの。桃たち猫だから、うん、ワンは言いにくいです。そうなの。え、そういうことがあるの。猫用のワンダフルあればいいのにね。猫用のワンダフル、え、てかこれを、あ、そういうことか。猫用のワンダ、猫用のワンダフルってなんだい。猫っぽいといえばニャンダフルってこと。え、かわいいけども。ニャン、ニャン、あ、そうよ、ニャンダフルは。え、かわいいけど。ニャンダフル、うん、ナイスアイディアです。ニャイスアイディアです。あゆなさん、ニャンダフル、それなら言いやすいの。ニャンダフル、ニャンダフル、かわいい。ニャンダフルです。ニャンダフルって、ニャンダフル、何やってるの。こうやってみんなの言葉増えてくの楽しいです。うんうん、ワンワン言いづらいとかあるのね。ワンダフルな言葉いっぱい見つけたいな。うんうんうん、それなら言いやすいのか。それなら、うん、ニャンダフルで。あゆなさん、聞いて聞いて。何、かわいい。桃、とってもいい釣りができるところ見つけたのよ。釣り、どこなんです。町の中にあった。もうあれ、自給自足しちゃう感じですか。おう、池の魚、釣りをしてみたいの。
分釣りしてみたい。ほうほう、どんなお魚が釣れるかな。猫の力で釣れるんだろうか。全部のお魚釣ってみたいんだよね。それは図鑑を埋めろということですね。ミルクも行ってみたいです、うんうん、確かに釣りやってみたい。お魚のハンターになるぞ。え、でも猫ってさ、釣りじゃなくても素手でいいんだよ。お魚ハンターっていいですね。いっぱいハントするです。え、難しい感じかな。猫たちとお魚ハンターに行けるようになりました。お出かけお魚ハンターを選ぶと釣りに行けます。街、うんうん、でお魚ハンターができるようになりました。スマホでお魚図鑑が見られます。釣ったことのある魚を見ることができます。これで釣った魚によってなんか料理が増えたりとかするんかな。お、これか。お魚ハンターレベル1。街のお出かけも基本的にミニゲームってことやね。持っている餌を使って餌、魚を釣りましょう。珍しい魚を釣るとお金がたくさんもらえます。お金に変わるの？食べるんじゃなくて。餌を選んでください。餌によって釣れる魚が変わります。あ、そうなんや。魚が食いついたら A ボタンを押してください。ぴったりのタイミングで A ボタンを押すと1回で釣ることができます。うんうん、1回じゃない場合もあるってことか。ね、コンペイ島で釣れる魚。何あれ？魚あれ？なんかよくわからん影が。今だ。はい。お魚いなくなったです。え、難しい。ちょっと待って。え、難しいんですけど。え、これ何？何が釣れるかな？え、釣れるお魚の中に確実に長靴的なものがあったんですけど。今だ。は。ほい。ぴったり。ナイス。すごいです。やっ。だね、びっくりした。何かと思った。サワガニ。へえ、いいね。107円や。ちょ、単位が分からんけど、この中の。ちょ、コンペイ島でも釣りたい。で、コンペイ島でちょっとリベンジしよう。こういう時に役立つんやね、その町探検の時の、町探検パトロールの時の。あっ、これはやっぱりあれなんじゃない、釣るのが難しい餌っていうのはいい魚が釣れるということなんじゃない。これラスト、ちょっとこれラストにかける私。来いよ。食いついてます。はい。お、釣れた。なにこれ。え、金のサメ。すごくない。ほら、星5つついとんやけど金のサメやって。え、ってか町の池でサメが釣れるのか。怖っ。え、怖っ。え、でも星5つで379円なのか、安くね。釣るぞ。これはもうこの2種類、この種類しか釣れんってことね。え、なんか埋まってというか現れてきよるけど、そういうことなんか。うん、少ないんやね、結構種類が。さあ、それじゃあちょっとガーデニングをまたきっちりとね、水をあげていかねば。はい、きっちりあげて。なんか真ん中だけ育ってない？あ、そっか、種類変えとんか、私真ん中のやつ。鉢の種類変えとるけん、あっこはチューリップじゃないんや。何が育ちよんやろ、あれ。さあ、これで多分花が。お、あ、すごい！バラ？しかもレインボーよ、レインボー。レアやん。はい、収穫。と、普通のチューリップね。オッケー。で、これ収穫 OK。 これなんなんやろ。奇跡のバラ。いいやん。プロポーズとかに使えそうじゃない。そんな要素ないやろうけど。そんな要素全くないやろうけど、めっちゃ良くない？一応植えてこう。はい、植えます。はい、植えます。基本種は持ってないな、私。あ、そっか、基本のやつはあれか、花から選ぶんか。他の種は私もコンペイ糖植えれるん、マジで。え、あれコンペイ糖よね。ちょ、なんか私違うものやと思っ、え、あ、すごい。え、なになになに、あれやん、ももちゃんも今奇跡のチューリップ咲いとって。コンペイ、あ、コンペイ糖もらった、マジで。コンペイトウ、次コンペイトウ育てよう。次はそうしようね。めっちゃ気になるけん、プレゼント。
プレゼントっていうのはあげるものってこと？もらうものじゃないよね、別に。はい、遊びましょう。猫じゃらしで遊びましょう。音楽に合わせて。はい。猫じゃらしを振ってね。振ります。あ、そっか。はい。はい。はい、はい、はい。はい。はい、はい、はい。動きがめっちゃ可愛いけど、そっちを見る余裕がないよね。なんか目の端ですげえ動きよるなって思う。はい。おぉ。いいね。あ、なんか結構いいんじゃない今回。お、あ、危なかった今。あ、これパーフェクトいけるんじゃない？って調子に乗らん方がいいかな。今めっちゃね、体がコアバットンやるし。で、音楽あんま聞こえてないよね、自分が喋りよるけん。おー、いいんじゃない？いい感じ。あー、途切れたー。くっそ。つら。もうちょっとやったやん。え、そんなもうちょっとでもなかったかな。結構続いとるな。ノリノリで楽しかった。でも1回だけやった失敗。ありがとうです。ね、楽しかった。よかったよかった。だいぶ満たされてきた。これで四つ葉と幸せの水ゲット。これ四つ葉も育てれるってことなんかな。基本種から。そういうことか。多分わからんけど。わからんけど。ちょ、ショップ行ってみよう。ショップ。さあ、ここでファッションとかなんかできんのかな。え、買えるものなくない？全然ちょ、びっくりするぐらいないんやけど。解放されてないってこと？期間限定とかある。え、かわいい。めっちゃかわいいんやけど。どうしたん？超絶かわいいんやけど。かわいい。600人。これなんぼなん？なんぼとかあるんかな。必要な、何必要な素材って。めっちゃ可愛いけど、とりあえず今のところ火炎みたいやね。スコップ買っとこう。なんか前にさ、町探検の時にスコップ必要やったよね。で、これも買えそうやけん買っとくか。虫眼鏡、まあ、何かに使うんでしょう。ってことで、よし、パトロールしよう。パトロール、縄張りパトロール始めるです。で、今回一応ちゃんと道具を増やしたし、あ、3まで進めるようになったんだ。パトロール中です。これさっき虫眼鏡私買ったけ ど、ここで使うってことか。なんか発見する。見つけました。なるほど。そういうのは何に使うんやろ。どこまで行く。く、1。かわいい。やりましたです。もうすごい、なんか空中に浮いとる感が。みんなでお散歩でどこに着くんでしょうか。ゴールまで行きたいんやけどね。やりましたです。あのクマのマークのやつは何なんやろ。あれ、クマ友のクマよね。え、違う。違うかもしれん。お散歩です。違うかもしれんけど、異常なし。今回は石をいっぱいゲットする日かな。見つけました。何に使うんやろ。ワク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 。あ、でもこれあれやんね。もうちょっとでゴールできそうな感じすることない？次ぐらいにはゴールできるかな。あ、はまった。出られない。はい、出られない。よいしょです。はい、出られない。埋まったまま終わる。パトロールをし、ドロドロになったね、多分。綺麗な感じに見えてるけども。まあ、なんかいろいろゲットできた。エピソード可愛い。この寄ってきとる感じ。おはよう世界、あゆなさん。おはよう世界。聞いて。何何。今日はももちゃんとお家の近くをお散歩したです。うんうん、したね。
まゆなさんのお家のご近所猫さんに会ったから。お、ご近所にもまだ他の猫さんがおるんやね。縄張りあるので、はじめはちょっとカチコチしちゃいましたけど、うんうん、自己紹介のこと思い出したのよ。お、友達が増えたってこと、いいやん。まゆなさんのお家の猫です。おはよう世界中。あやなさんのお家の猫ですって言われても、誰やねんそいつってならん。自己紹介したらお話ししてもらえました。あ、でもいいね、猫は猫同士ちゃんとそういうのあるんやね。猫と話せるの猫語で話したの？猫と話せるの当たり前やろ、猫やもん。猫語かな。うんうん。にゃーで、おはよう世界です。その一言でおはよう世界になるの、ね、ちょっとよくまたよ。全くわからない、伸ばすか伸ばさないかで。それでね、うんうん、猫仲間だからニャンダフルも教えてみたの。おお、早速。そしたらね、うん、ニャンダフルいいねって言ってもらえたです。おお、いいね。そうやってなんか猫の中でも流行る言葉になるかもしれない。ニャンダフルっていっぱい言っちゃった。楽しそう、二人とも。そしたら仲良くなってたです。どんな子なんやろ、めっちゃ見てみたい。一緒にニャンダフルしたからですよね。うんうんうん。ね、ご近所の猫とかも見れたらいいのにね、友達。人間も猫も同じね。うんうん。ご近所猫さん、これからいろいろ教えてくれるそうです。なるほど。じゃあこの二人はまあこの町の新入りみたいな感じなんか。町の猫道とかね。ファミマの抜け穴とか。抜け穴？そんなものがあるの？猫さんだけが知ってる情報を聞けるようになったです。いいね、情報通なんやね、その猫さんは。いいお話があったら、あゆなさんにもお知らせするね。人間にとっていい話とかあるんかな。待ってるね、楽しみにしてるね。うん、雑貨屋さんのお得情報とかあるといいな。そんな情報多分猫から聞けないと思うよ。みかん町のポカポカスポットも、あ、それはいいかもね。ひなたぼっこしに二人と一緒にね。ご近所猫さんとお話に行こう。そうですね、楽しそう。楽し日々楽しそうだね、君たち。あゆなさん、遊ぶもの持ってきました。何？今回はね、桃たちで集めてきたんだよ。集めてきた？持ってきたものを発表するです。うんうん。一つ目はトランプ、ババ抜きしたいな。集めてきたけど捨てられとったってことかな、ゴミ捨て場とかに。二つ目はカルタです。教えてもらった言葉で作ったです。まだそんなに教えてない気がするけど。3つ目はダンボールたくさん拾ってきた。あ、それはまあ集めるのわかるけど。あゆなさん、遊んでくれるです？うん、遊ぼう。やったー、わーい。あ、そんなのなんか持ち運べるんやね、力持ち結構。ダンボールのこと説明しなくていいんですか？何、家を作るとか。あ、忘れてた。テーブルを作るとか。拾ってきた段ボールを並べてね。うんうん。桃たちが顔を出すからハイタッチしてほしいんだ。何それ、絶対かわいいやつ。モグラ叩きみたいな遊びなんですが、うんうんうん、叩かれちゃうと悲しいのでハイタッチしてほしいです。なるほどね、分かった、かわいい。桃じゃないお人形も出てくるから。なるほど。それはその人形はどこか、それも拾ってきたんかな。その表情いいね、ミルク。全部手柄の中に入れておくから、あゆなさんが遊ぶ気分になったら、ミルクたちと遊んでほしいです。了解。ババ抜きとカルタとダンボールで遊ぶことができるようになりました。遊ぶから遊びたいミニゲームを選んで遊んでみましょう。うんうん。猫たちとババ抜きで遊べるようになりました。そしてカルタ、ダンボール。そうやって遊びも思いついていくんだね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。毎回今のところいろんなことができるようになってきよるけん楽しいね。あ、てか着せ替えのところが黒くなっとるけんまだ替えんってことなんか。なるほどね。